こんにちは、ハゼ水槽池です。今回はトビハゼ水槽の清掃作業、1ヶ月ですぐ汚れる水槽をきれいにしていきます。最後にはトビハゼも登場するので最後までお楽しみください。どうでしたか？1ヶ月でここまで汚すトビハゼ、大人になってからさらにひどいです。毎日のガラスの掃除も大変です。それでも飼育を続けられるのは毎日この可愛い姿を見れるからですよね。最高です。今は掃除した水槽でまったりと歩いてるトビハゼの姿を早回ししてます。綺麗な水槽は快適なんですかね。それでは今回の動画について掃除大変そうと思った方、ぜひコメントいいねお願いいたします。それではまたね。